私が一番ね、常に読んでいる本というのはね、本田宗一郎さんの本が多いですね。本田宗一郎、藤沢武夫さんの本が一番多いんですよ。藤沢武夫さんというのはね、松明は自分の手でとという本があるんですよ。でこれはね、僕どうしてかというと、この本田に入って四輪を始めるという時に、藤沢さんが我々に向かって言った言葉だったんですよ。本田はこれから四輪企業に入っていきますと、だけど当社はその自分で松明を掲げて歩いていく企業になりますと。何を言ってるかというと、例えば四輪企業になるためには、豊田さんとか日産さんとかっていう先進、すでに出ている会社の後をついていくっていうのが一番安全かもしれない。しかしそれでは自分の独自の道っていうのは開かれない。それからあの人たちを追い込むこともできない。だから私どもの会社は松明、小さい松明かもしれないけど掲げて自分で道を切り開いていくと。で見えないところ誰かの後をつくんじゃなくて、自分で道を開いていくと、でというようなスピーチをされたんですね。それがそのままタイトルになって本になっているのがあるんですよ。松明を自分の手でという考え方、自主、自分たちで道を切り開いていこうという、まあその創業者魂というか、それがまあ一言で言うと本田の経営理念の基本になっているのかなと思うんですね。だからその絶対に人の真似はしない、確かに道は暗いけども、暗いところを道を探しながら歩んでいくと、ということが今ホンダの全ての流れに僕はなっていると思うんですね。で私自身もそういうような、そういう考え方を大事にしたいと思ってるんですけどね。だから自主独立っていうのをものすごく大事にしてるんですよ。